韓国の国会。まるで日本の野党のようだ、とネットで話題。内容はこちら。韓国の国会が、まるで日本の野党のようだと話題のようです。では、記事の一部を引用し、ご紹介いたします。29日、幼稚園3校などを処理しようとしていた国会本会議が、すべての法案に対する最大野党、自由韓国党のフィリバスター、合法的議事妨害で空転した。与党、共に民主党の議員は、国会露天団ホール前の会談で、自由韓国党の議員は、本会議場でお互い球団大会を開いた。まるで、日本の野党を見るようですね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。どっかで見たな、この手の人たち。なんつうか、一緒だな、日本の野党とさ。日本の野党と韓国って本当に似てるよな、考え方も行動も。なんでこうも同じなの？何か理由があるのでしょうか？次はこちら。なんかどっかで見たことあるな。どっかで見たことあるな。どこだったか。MeToo ごっこしてた連中か。こんなんで国会機能すんの？国会機能しません。日本と同じで、ただの選挙アピールでは。次はこちら。どっかの国の野党と一緒ですね。あ、察し。あ、察し、ですね。最後はこちら。まるでじゃなくそのままわらわらわら。そのまま。意味深ですね。結論。韓国の国会議員と日本の野党議員。なぜこうもやってることがそっくりなのでしょう。その理由が知りたいものですね。誰か教えてください。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。